クノールのピロール合成は、広く用いられている痴ンピロールの合成法である。この方法は、アルファーアミノケトンとカルボニル元のアルファ位に、メチレン元を含む化合物との反応を伴う。この方法は、アエントサク酸のような触媒を必要とし、室温で進行する。アルファーアミノケトンは自ら縮合しやすいため実験を行う、直前に調整する必要がある。 この方法は、オキシムに関係している。ノール、エルバー、1884、17、1635、ノール、エルアン、1886、236、290、ノール、エルラング、H バー、1902、35、2998、コーウィン、AH、ヘターサイクリックコンプーンズ、1951、 287フィッシャー H オーガニックシンソシスコールボリューム 2P202 ボリューム 15P17 フィッシャー H オーガニックシンソシスコールボリューム 3P513 ボリューム 21P67 ありがとうございます。